おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち、今回はソンドンヨルを取り上げていきます。1963年、大韓民国クワンジュ市で旅館を営む両親のもとに生まれたソンドンヨルは、若い頃から野球の才能を発揮。高校時代は全国大会で優勝を成し遂げると、1980年、軍事政権を倒すべく民主化を目指して市民が立ち上がったクワンジュ事件が勃発した際には、テロを鎮圧しようと街にやってきた軍人に捕まり、銃剣を喉元に突きつけられましたが、野球好きだった戒厳軍の将校が孫と分かるや解放を命じたほどでした。コリョ大学校に進学したウワンは、1年時に世界野球選手権大会で優勝すると、ヤンキースやブルージェイズからオファーがあったほか、ドジャースの会長からフェルナンド・バレンゼーラがロサンゼルスのメキシコ人コミュニティで希望の星になったように、あなたもコリアンタウンの英雄になってくださいと契約金1億円で誘われましたが、これを拒否、韓国化粧品実業団に入部しました。もともと KBO リーグヘテタイガースに入団する予定でしたが、契約金が折り合わず社会人野球に進んだ孫は、地元ファンや母親からの希望もあり、改めてプロ入りを決意すると、そのずば抜けた才能と国民の期待を考慮して、韓国野球委員会は実業団入りした選手は2年間プロに入れないという規定を撤廃、特例としてシーズン後半から出場可能となったのです。1985年、ドラフト1位でヘテに入団し、後半戦から出場すると7勝4敗8セーブという成績ながら、防御率は 1.70 で最優秀防御率のタイトルを獲得。その後も投手3冠にシーズン8完封の KBO 年間記録を樹立するなど、彼が投げたら見なくても結果がわかると称されるほど圧倒的な実力を見せつけました。社会人野球に一人メジャーリーグのエースが混じっているような投球で、4年連続最多奪三振や3年連続最多勝、7年連続最優秀防御率と韓国史上最高の投手と称された主砲は、1991年日韓国交樹立25周年と韓国プロ野球発足10周年を記念して開催された日韓プロ野球スーパーゲームで来日。君はソンドンヨルを見たかと特集記事が組まれるほど注目されたのです。実際に対戦した落合は、ストレートは評判通りの威力で、スライダーも素晴らしい、韓国ナンバーワンというのは伊達じゃないねと語り、各球団の関係者も15勝は堅いと獲得を目論むと、中日やダイエーは積極的に接触を図りましたが、ヘテタイガースサイドは自国の英雄流出に拒絶反応を示しました。1993年、クローザーに転向して10勝3敗31セーブ、防御率 0.78 をマークしたウワンは、爆撃機と恐れられるほど絶対的な守護神になると、中日か巨人で投げてみたいと希望を口にしましたが、日本に行かせたくない球団オーナーが一方的に残留を発表したことで不信感を募らせていきます。当時の様子を、阪急ブレーブスからサムスンライオンズに移籍した金本誠吉は、6年間で数えきれないほど対戦しましたが、相手が損だと分かるともう諦めの境地です。1試合に1点取れるかどうかというピッチャーなんですから。ストレートはすべて150キロ台で、スライダーは手元に来てスッと曲がる、日本で各大元の高速スライダーにも驚きましたが、彼はそれ以上でした。しかもコントロールが抜群によく、牽制もうまい、日本で先発すれば15勝以上、抑えなら30セーブは間違いないでしょうと語りました。1995年も109イニング投げて防御率 0.49、 33セーブで2度目の最多セーブを獲得。 KBO 11年間で146勝40敗132セーブ1698奪三振に防御率 1.20 という前人未到の成績を残したウワンは、もうここでプレーする意味がない、自分の力を日本で試したい、行かせてくれないならユニフォームを脱ぐと強硬手段に出ると、マスコミやファンから、もう十分だろ、夢を叶えてやれと球団へ後押しの声が殺到したことから、3年後に戻ってくる条件付きで日本移籍が認められたのです。
韓国の司法解禁の情報を得た巨人と中日は、なんとか手に入れようと争奪戦を展開。一時は巨人入りが決定的となりましたが、譲渡金3億円、年俸1億5000万円の2年契約を提示した中日が大逆転で契約を勝ち取ると、身長184センチ、体重90キロの助っ人は海を渡ってきたのでした。アシアナ航空から名古屋ソウル間のフライト永久無料券を与えられ、名古屋観光大使にも任命された33歳は、毎日多くのマスコミに追いかけられると、早いペースの日本のキャンプに戸惑い、調整遅れを露呈。慣れない環境に適応できず、1年目は散々な結果に終わったのです。言語によるコミュニケーション不足も失敗の原因と考えた助っ人は、オフから日本語を学び始めたほか、チームメートと積極的に買い物やカラオケ、麻雀をしながら言葉を習得。わからない看板の文字はメモして調べる徹底ぶりで、翌年にはテレビ取材に日本語で対応できるほど会話に困ることはなくなりました。また、韓国時代のスロー調整をやめ、日本式に変更。キャンプイン直後からブルペン入りして投げ込むと、苦手な走り込みも克服した来日2年目、本領を発揮します。名古屋ドーム元年となったこともあり、狭い名古屋球場では一発が怖かったけど、今度のドームは広いからインサイド高めに思い切り投げ込める、と手応えを口にした右腕は、その言葉通り、快投を披露。救援失敗なしのままオールスターに選出されると、最終的に打者232人と対戦して被本塁打はゼロ、38セーブを挙げてセーブ王に輝きました。1998年はイ・ジョンボム、サムソン・リーと韓国三銃士を形成すると、3勝0敗29セーブ、防御率 1.48 の数字を残したほか、翌年も若い投手陣の精神的支柱として11年ぶりのリーグ優勝に貢献。胴上げ投手となりましたが、すでに体は限界を迎えていたことから、コーチ兼任での残留要請を断り、この年限りでユニフォームを脱いだのです。その年65試合に登板した新人の岩瀬が、やっぱりプロってえげつないと思いましたね、あのストレートにコントロール、もう抜群ですよ、と語るほど、背中で後継者にバトンを渡した名古屋の守護神は、帰国後、日本人から差別を受けたか、との質問に、なかった。差別と騒ぐのは、実力と努力の足りなかった人間の言い訳だ。日本野球や日本人は素晴らしかった、と一蹴しました。指導者になるべく自費で来日して中日からコーチングを学んだ孫は、2004年サムスンライオンズのコーチを経て監督に就任。リーグ制覇やアジアシリーズ出場を成し遂げると、 WBC など韓国代表チームのコーチや監督も歴任したのです。2018年1月、星野監督の訃報を伝えられた助っ人は、1999年、3連続救援失敗で引退を決意した際、監督からこのまま国に帰っていいのかと叱咤激励を受けました。ユニフォームを着ている時は誰よりも怖かったですが、プライベートでは人間味あふれる方で、私を生まれ変わらせてくれた恩人です。君は韓国の国旗を背負って投げているが、それを捨てて自分のために投げなさい、と言われたことが記憶に残っています、と献花に訪れ故人を偲びました。速球派の理想と言われたオーバースローから、最速155キロのストレートに鋭く横滑りする2種類の高速スライダーを使いこなした上、抜群の制球力と強靭な精神力で三振の山を築いたクローザーは、ボールに指を立てる変則的な握り方でリリースポイントが遅く、低く投げ下ろしているにもかかわらず、その速球は上に登っていくように見えたそうです。韓国のエースと呼ばれながら、尊大なところがなく、名古屋の太陽と愛された中日時代は、中村捕手に絶大な信頼を寄せていたことから、サインに首は振らず、引退後もかつてのチームメート、落合英二や種田をサムスンのコーチに招聘したり、与田氏がドラゴンズの監督に就任した際には、キャンプ地を訪れ、投手陣の指導を行いました。韓国メディアを前にして、韓国と日本はまだ差がある。
1回や2回勝ったからといって超えたことにはならない。日本は代表レベルのチームをいくつも作れるが韓国は1チームしか作れないんだなど発言したことから、親日発言ばかりする売国奴と反日思想の強い韓国で大きな怒りを買い、実家の旅館を放火されましたが、それでも自分の考えを曲げることはなく、日本の高校野球と中日の仲間をこよなく愛し、名古屋のアンパンマンとファンに親しまれた助っ人は、レッドソックスからオファーを受けるほどまだやれるという周囲の声を押し切って引退したほか、初めて日韓両国で100セーブポイントを達成した投手にして、韓国プロ野球から NPB に移籍してきた第1号のパイオニア、ソン・ドンヨル。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。